ジェイコブ・マクガボック・ディキンソン・ジェイコブ・マクガボック・ディキンソンはアメリカ合衆国の政治家。1909年から1911年まで、ウィリアム・ハワード・タフト大統領の下で第44代アメリカ合衆国陸軍長官を務めた。1851年1月30日、ディキンソンはミシシッピ州コロンバスにおいて誕生した。ディキンソンは14歳の時に志願して、 アメリカ連合国陸軍に入り、騎兵隊に所属した。南北戦争後、ディキンソンは、家族と共に、テネシー州ナッシュビルへ移住した。ディキンソンは1871年に、ナッシュビル大学を卒業し、続いて1874年に、同大学院で修士号を取得した。ディキンソンは、コロンビア大学で数ヶ月ほど法律を学び、その後ザクセン王国のライプツヒを呼び、 フランスのパリへ留学した。そして1874年末、ディキンソンはテネシー州において弁護士として認可を受けた。弁護士時代のディキンソン・ディキンソンは1889年から1893年までテネシー州弁護士会で会長を務めた。ディキンソンは1895年から1897年まで司法時間法を務め、 続いて1897年から1899年まで、ルイビルナッシュビル鉄道で顧問弁護士を務めた。1899年、ディキンソンはイリノイ州シカゴへ移り、1901年までイリノイセントラル鉄道で事務弁護士を務めた。1901年からは同鉄道で総合弁護士となり、1909年まで務め続けた。 また1903年、ディキンソンはアラスカ国境問題に際してアメリカ合衆国の法律顧問を務めた。ディキンソンは1907年から1908年にかけてアメリカ弁護士協会で会長を務めた。ディキンソンはアメリカ国際法学会の組織を支援し、1907年から1910年にかけて同学会の諮問委員を1910年に 同学会の副会長を務めた。陸軍長官時代のディキンソン・ディキンソンは1909年3月12日から1911年5月21日までアメリカ合衆国陸軍長官を務めた。ディキンソンは陸軍士官学校への外国人入学資格を許可する法律を提案し、また公務員に対する年金定年制を提起した。さらにディキンソンは 性病やアルコール中毒などの原因により、兵士として不適合となった人員への給与支払いを停止することを議会に提唱した。晩年のディキンソン陸軍長官退任後、ディキンソンは司法長官特別顧問を務め、1913年には US スチールの基礎を支援した。ディキンソンはまた、1922年に複数の重要な労働争議案件に関与した。 1928年12月13日、ディキンソンはテネシー州ナッシュビルにおいて死去した。ディキンソンの遺体はナッシュビル市内のマウントオリベット墓地に埋葬された。父親はヘンリー・ディキンソン、母親はアンナ・マクガボックであった。1876年4月20日、ディキンソンはマーサ・オーバートンと結婚した。A.B. ザ・ポリティカル・グレーブ・ヤード。 ハット ABCDUS Army Center of Military History ハット Mirror Center of Public Affairs ハット Find A Grave ありがとうございます